さんこんにちは、花城ココアです。今日は台湾フェスに来てます。見てめっちゃそう、かわいいの風景もめっちゃかわいい。あっち側にいろいろ美味しそうな屋台があるので早速いっぱい食べていきたいと思います。今日のお供ともちゃんです。知らね、買ってこれました。いや果てしなかったよね。なんか1時間ぐらいね並んだの、めっちゃやばかった。で本当は会場で食べたかったんですけど、会場がもうね人がいっぱいだったんで1回出てきて公園で食べることにします。じゃあ買ってきたものをご紹介。ビールで、ともちゃんがこれがパイナップルで、私がマンゴーです。なんだけどもう並んでる間に飲んじゃったということで、私はねじゃーん、ノーマルな台湾ビールを買ってきました。マンゴーのビールはね結構ね甘くてビールって感じがしなかったね。お疲れ様です。乾杯。おすごい爽やか、なんか水のように飲めるよこれ、超美味しい。じゃん、まずはジーパイ。やばい、すっごい甘い。ウーバーイーツとかで頼んだことあるけど、それよりも全然なんか重みある。いただきます。うん、台湾の味がする。衣ガリガリじゃない？うん、なんかスナック菓子みたい。もっちりしてるとこもあるな。うん、後ろに会場があるんだけど、めちゃくちゃ今ねお昼時だから混んでる。八角の味がするよね。八角の味、うん、八角の味がちょっとする。今日初日だからさ、いつも通りフェス来るとさテレビの取材をね、それを避けるように、なんか映ったら恥ずかしいもんね。一人で。あ、涼しい。ちょっと耳全然なんか風通がなくて暖かくて、うん、外で食べると美味しいよね。うん、いや確かに公園だしね、久しぶりになんかこう外で食べてる気がする、うん、じゃあ次がねこれなんだっけ、これなんか台湾のハンバーガーみたい、名前忘れちゃった。ちょっとそう、お肉が入ってる。そう、美味しそう。なんかあのディズニーのさパオみたいじゃないね、美味しそう。ではうん、美味しい。魚が入ってる。魚なんだ。魚でした。めっちゃこれ混んでたよね。うん、すごい人気で並んでて。チャーシューみたいな。美味しい。なんだっけ、中華にもそれパンみたいになります。美味しさ。いや最高。ビール飲んでご飯食べて。はい、じゃあ次ね、このね、ネギ餅。なんかね、これね、業務スーパーにも売ってるんですよね、冷凍の。で、それがすっごい美味しいの。だから今回本場のが食べられるの嬉しいです。いただきます。お好み焼きの薄いバージョンみたいに普段はなってるんだけど、こう食べやすいようにね、巻いてあるバージョンですね。パイ生地っぽいんだよね。で、層になってて、パリッパリなんだけど、もちもちみたいなの、おいしい。焼くときに確かねくしゃくしゃくしゃってして焼いて、なんかで生地に空気を入れて作るやつなんですよね。めっちゃおいしい。この業務スーパーのもめっちゃおいしいんだけど、こっちの方が生地がね厚みがあってね、さすがだな。ネギの味もおいしいね。あ、この中に卵入ってる、このお好み焼きの卵みたいな、おいしい。
ビールとも合う。今視聴者さんから声をかけていただきました。なんかこういうグルメフェスに来るといつも声かけてもらえちゃう。嬉しい、ありがとうございます。はい、次このねごま餅みたいなやつ、なんかごま団子みたいなやつかと思ったら1個まるまる大きい肉まんみたいな感じ、すごい。あ、香りはパイ、めっちゃパイの匂い、バターの匂いというか油の匂い感じる。油大好き。練り麺。あ、何？肉まんみたいな感じ？揚げ肉まんみたいな感じ。あ、すごい。あ、すごい、なんかネギ入ってる。美味しそう。ココチューブだぴょん。半分こにしたので半分いただきます。すごい肉肉しい。めちゃくちゃ胡椒効いてる。すごい。なんか口が臭くなる味じゃない？でもお酒に合う味みたいな。ネギも入ってるし。いや、肉まんっぽいのかなって思ったけど、ごまのパイめっちゃ美味しい。なんか台湾の料理ってビール合うもの多くない？うん、美味しい。おい、食べ物ないぞ。来ないでくれ。怖いぞ。はい、じゃあ次はこのね、台湾ソーセージ食べます。何が台湾ソーセージなのかわかんない。なんだろう。うん、匂いも普通のソーセージ。いただきます。なんか、周りが甘い。なんか蜂蜜つけてるのってぐらい甘い。甘じょっぱくて美味しい。でもソーセージ自体はね、しょっぱいんだよね。周りだけが甘い。続いてこちら、小籠包です。8種類。すごくない？この色。味が違うらしいけど、何味かわからないっていう。スイーツではないらしいけど、すごい。おお。どれ食べます？どうしよう。どれにしよう。ねえ、スライムみたいのもいいし、ノーマルもいいよね。ノーマルやっぱり基本だもんね。ノーマルいった。いや、ノーマルを行くほど簡単な女ではないわ。え、どうしよう。でもノーマル行きます。あ、はい。ノーマルいただきます。ノーマルだった。うん、おいしい。もちもち。結構ね、ちゃんと生地がしっかりしてる。で、中にね、スープが入ってておいしい。お肉もなんか柔らかい。トモさん、どれに行きます？スライム。お、何味でしょうか？やばい。何味でしょう？ん、海鮮の出汁の味がするかも。あ、じゃあ海鮮なんだ。うんうん。へえー。おいしいね。赤い方もいただきます。何か分かった。辛い。辛いのダメだったんじゃ。大丈夫か。うん、でもね、ピリ辛。やられた。まあ、よく考えたらそうだよね、赤だもんね。じゃあ黒にしようかな。薄黒いやつ。では黒いのいただきます。うん、すごいね、濃厚。美味しい。あ、全部味違うね。でも基本的には美味しい。黄色。上がっちゃう。ん？チーズ。なんか台湾ラーメンとか、あとなんだっけ、お肉のご飯乗ってるのなんて言うんだっけ、ルーローハン。あ、ルーローハンとかもあったんだけど、お腹いっぱいになりそうだからね、ちょっとね、諦めたんですよね。でもビールに合うものばっかりでね、よかった。チョイスいいよね、今回ね。めっちゃビールに合うものばっかり。さすが私たち女子力よ、これが。そうよ。だって公園でこうやってなんか広げて刺しながら食べてるのって女子力じゃない？確かに。絶対女子力よ、これは。間違いない。キャッキャしたい。してるしてる。はい、ではデザートの豆腐です。プル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 。好きなんだよね、豆腐。お豆腐のデザートなんですよね。はい、ヘルシーですよね。あ、なんか私が知ってる豆腐よりも豆腐感が強い。大豆の味を感じる。爽やかで美味しい。なんかスパイス感じる。台湾料理ってさ、揚げ物とかさ、油っぽいもの意外に多いじゃん。そうなんね。さっぱりしますね。はい、戻ってきました。なんかね、お土産とかもね、あるみたいなので、なんか買って帰ろうかなって思ってるんだが、思ったよりもフルーツとかが高い。あ、でも雑貨とかもあんだね。え、なんかお菓子とか買いたいね。すごい混んでる。なんで？台湾カステラ欲しい。めちゃくちゃ美味しいよ、台湾カステラ。なんか買おう。じゃーん、マンゴーのかき氷。
なんか結局ね、パイナップルケーキとか買おうと思ったんだけど、なんか混んでたしね、お土産まあいいかなと思って、結局そしたらね、デザートを見つけちゃったんで買っちゃいました。もう美味しそうじゃない？ちょっと今日暑いしね、絶対美味しい。いただきます。うん、美味しい。美味しい。マンゴーシロップじゃないの、マンゴー、ザマンゴー、すっごい濃厚。暑い日はいいよね、かくん。なんかマンゴーも売ってたんだよね、お土産売り場で。だけど高かったのよね、ちょっとね。まあ、しょうがないんだけど、だから買えなかったからこれで我慢。すごい美味しい、これ良かったよ、買って。やったね。私たちね、かき氷好きだもんね。そうなんです。夏じゃなくてもかき氷は行くもんね。一回かき氷開きしましたよね。そう、もうかき氷はもう食べてんだよね。はい、今年もいっぱい行きましょう。あ、ぜひぜひ。あっちもこっちも行きたい。うん、はい、完食しました。ごちそうさまでした。ココチューブ。はい、ということで本日は台湾フェスに来てみました。なんか久しぶりに外でこうやってご飯食べるのも楽しかったし、お酒も美味しかったし、開放感がめちゃくちゃ良かったです。また何かグルメフェスがあったら行きたいと思うので、楽しみにしててください。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。バイバーイ。これはなモテると思ったのに、全くモテモテない。めっちゃカーカー言ってる。